はい、始まりました。企業明細チャンネルです。毎日投稿しているのでよかったらチャンネル登録もお願いします。今回は医業パート勤務年数6年44歳の方の企業明細書をいただきました。仕事内容は看護業務、診察補助、採血、注射、点滴、検査、処置業務。仕事に必要な資格やスキルは看護師資格。月の勤務時間がパートなので勤務時間20時間未満、残業なし。収入が年収で81万となっています。で、次に年収の紹介です。と給与収入が81万9916円、そこから給与所得が16万9916円で、総所得金額16万9916円となっています。なんか結構少ないですね。前年稼ぎすぎたとかなんですかね。控除が多すぎて所得は16万9916円となっています。またあれですね、44歳で6年目ということなので一回引退されてからの復帰だと思うんですけど、月20時間以内の勤務でこれだけ稼げたらいい方なのじゃないかなと思いました。やっぱ看護師は給料いいですね。今回はこれで終わります。チャンネル登録よろしくお願いします。